ドイツ外務省ベルリンにあるドイツ外務省庁社外務省はドイツ連邦共和国の中央省庁外交当州連合との関係を担当する2017年1月以来外務大臣はハイコマース日本語では便宜上ドイツ外務省とも表記する現在のドイツ外務省は1870年設立の北ドイツ連邦外務省及びドイツ統一後の 翌1871年にそれを引き継いで設立されたドイツ帝国外務省に期限を持つ。ドイツ帝国成立直後は外交家としても脱腕を振るった鉄血最小ビスマルクによって指導され、外務省内には政務経済局と法務領事局が設置されていた。第一次世界大戦後に発足したワイマール共和国では外務省管制も再編成され、 より近代的な官僚性に移行した。1933年のナチス政権成立直後は、従来からの外務省及びヒトラーの外交顧問であった、ヨアヒム・フォン・リッペントロップの個人事務所である、リッペントロップ事務所による二元外交が一時、出現したが、1938年には、リッペントロップが外省に就任し、形式的には外務省に外交が一元化された。 第二次世界大戦後のドイツ東西分裂により、ドイツ連邦共和国では1951年3月15日本に外務省を設置した。ドイツ再統一がなると、1999年に、ベルリンの旧ドイツ社会主義統一党本部ビルに中央機能を移し、現在に至っている。詳しくは、ドイツの在外交換、ディプロマティック・ミッションズ・オブ・ジャーマニーを参照。 ドイツ外務省はベルリンに本庁舎を設置するとともに、世界各国に大使館、領事館、その他外交代表部など、計226カ所の在外交館を設置している。また、無報酬の名誉領事を任命し、親善に努めている。詳しくは、ドイツの外省一覧リストオブジャーマンホーリン・ミニスターズ及び、東ドイツの外省一覧ホーリン・ミニスターオブザ。 GDR を参照。所属政党、キリスト教民主同盟ドイツ社会民主党自由、民主党、同盟90、緑の党、バンドショーシェイルと、ありがとうございます。